マーク・ウィリアム・プライヤーは、カリフォルニア州サンディエゴ出身の元プロ野球選手。右投げ右打ち。現在は、MLB のロサンゼルス・ドジャースの投手コーチを務める。1998年の MLB ドラフト1巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名されたが、契約せずに、バンダービルト大学へ進学した。2年時に移った南カリフォルニア大学在学中に、全米の大学野球最高の選手に与えられるゴールデンスパイク賞を受賞。2001年の MLB ドラフト1巡目でシカゴカブスから指名を受け、破格の契約金$1,050万で入団した。この金額は2009年にスティーブン・ストラスバーグがワシントン・ナショナルズと$1,500万で契約するまで史上最高であった。なお、この年の全体1位はミネソタツインズのジョー・マウアーである。マイナーリーグを短期間で終え、2002年5月22日にメジャーデビューを果たす。メジャー1年目は19試合に先発登板し、そのうち6試合で2桁の三振を奪った。116.2 回を投げ147三振、6勝6敗の成績で終え、新人王の投票で7位に入った。2003年には18勝6敗の成績で、サイ・ヤング賞の3位の得票を果たす。同シーズン中にアトランタ・ブレーブスのマーカス・ジャイルズとの接触プレーのため、オールスターの欠場を余儀なくされる。怪我から復帰後は10勝1敗の好成績を残し、カブスをプレーオフに導く。その後のディビジョンシリーズではブレーブスを下し、フロリダ・マーリンズとのリーグチャンピオンシップシリーズに出場。彼が先発した第6戦で、8回表まで無失点と好投して1945年以来のワールドシリーズ出場までアウト5つまで迫りながらファンの守備妨害をきっかけとして形勢が逆転し、マーリンズの逆転を許す。2004年7月30日2004年のシーズンは最初の2ヶ月間にわたってアキレス腱と肘痛のため故障者リストに入る。肘の故障に関して、肘の腱の再生手術が必要との憶測が一部で流れていたが、カブス側、プライヤー双方とも否定していた。2005年5月1日2005年には、ピッチャーライナーを腕に受け骨折。2006年7月21日2006年には、肘痛が再発したため、わずか9試合の登板に終わり、1勝6敗、防御率 7.21 という自己最悪となる成績で、シーズンを終えた。2007年シーズン開幕前には、カブスと1年の契約延長を結び、再起が期待されたが、開幕前にマイナー落ちが告げられた。そして、4月にメジャーデビュー以来初となる手術を受け、2007年シーズンはメジャーに上がることなく終わることになった。オフに FA となった。2007年12月26日にサンディエゴパドレスと1年契約を結んだ。2008年は、登板なし。2009年1月13日、パドレスとマイナー契約で再契約するも、やはり登板はなかった。2010年はまず、独立リーグゴールデンベースボールリーグのオレンジカウンティ、フライヤーズでプレーした。9月4日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだが、傘下のAAA級オクラホマシティレッドホークスで1試合に登板したのみで、メジャー昇格には至らなかった。この年所属した2球団合計では12回を投げ24奪三振を記録しており、投げれば相変わらずの奪三振率を誇っている。12月15日にヤンキースとマイナー契約を結んだ。2011年もメジャー昇格できず、11月2日に FA となった。2012年はボストンレッドソックス傘下のAAA級ポータケットレッドソックスでプレーした。2013年3月1日にシンシナティレッズとマイナー契約を結んだ。開幕から傘下のAAA級ルイビルバッツでプレーしていたが、6月28日に自由契約となった。12月に現役引退を表明した。引退後はパドレス傘下のマイナーで投手コーディネーターを務め、2018年シーズンからはロサンゼルスドジャースのブルペンコーチを務める。2020年シーズンからは投手コーチに転任となる。90マイルパーアワー後半の速球や変化球をコーナーにコントロールする力を持っており、その才能からネクストロジャー・クレメンスと呼ばれた。平均球速94マイルパーアワー前後、最速99マイルパーアワーを誇る打者の手元で、非常によく伸びるフォーシームのライジングファストボールを、非常にコンパクトな投球動作のおかげで、ホームプレートの両サイドにコントロールよく投げることができる。カーブは、リリースの角度が大抵の投手よりも低いため、より鋭い回転があり、曲がりの大きさやスピードをコントロールすることもできた。ありがとうございます。